これはね、本当に、自民党というのは統一教会にちょっとサポートされているんだよというようなものではないと。自民党内部にね、人材を送り込んで、浸潤していって、癒着していって、さらには今国家を乗っ取ろうとしているような話が出てくるわけですよね。と、自民党というのはどこまでこの腐敗してしまったのかと、癒着してしまったのかを考えないと、日本自体の、ね、破滅に至るかもしれないっていうようなところまで病巣は深いということが、まあ、今までの研究からある程度分かっていたことにプラスして、今回の件で本当にことごとくといいますか、見えてきたような気がするんですね。そうですよね。ただそういう重大性が、事件が起こるまではなかなか伝わっていなかったってところが実際のところだと思うんですけど、今回の安倍晋三さんの暗殺事件によって、いろんなものが顕在化して可視化されていったと。そうですよ。当然その僕を含めて何かこういう問題があるってことは当然発信はしていたんですけども、それがなかなか一般市民の人には届かなかったっていう、その間に政治家も安心しきってこういう団体と付き合っていて、その中で教団側がどういう思惑で動いてきたか、そのあたりをこう網羅して検証していかないといけない問題だなと思います。そうですよね。で、まあ、こういうタイトルを付けさせていただきました。自民党全体が統一教会のマインドコントロール下にあるんではないかと。文鮮明カラーを払拭した韓鶴子と読みます、韓白蛇体制の統一教会が国家復帰計画の野望句だったり、国家復帰計画なるものはどういうものでしょう。文字通りに言うと、統一教会って何々復帰っていうのは神のもとに戻すって言い方をするんですよね。で、単純にこう家族復帰っていうと、家族身内を統一教会に引き込むとか、そういう意味があって、霊感商法の教えの根本的にあるのも万物復帰って言って、こういう世の中の財物は全て神のもとであり、人間が一時的に預かっているものを神のもとに返すんだっていうことで、こう正当化するんですよね。で、この国家復帰ってこの、文字通り言うと、その国の宗教を統一教会の教義にする、統一教会がその国の国教、国の宗教にするっていうことが、直接的な意味なんですけども。ということは、キリスト教を統一するというような名前を掲げた統一神霊教会という、これキリスト教はいろいろに分かれてる、カトリックがあってプロテスタントがあってと、福音派もあると、これを一派まとめてしまうっていうのは相当、なんていうの、大胆な言い草ですよね。そうで日すよ本で言えばね。その仏教を一教にするみたいな。で、統一教会の場合は別にキリスト教だけを統一するみたいなことではなくて、全ての宗教を統一すると。そういうのが初めで、からあった。かそうですね。なり初めで、から。97年にはもうそれは達成されて、達成されたことになって今る。後はその宗教の統一ではなく、家庭の時代だということで、世界平和統一家庭連合に全世界中の法人、機関を、名称変更するように言って指示を出したということなので、あくまでこうキリスト教の中の統一だけを目指してとか、そういう規模ではないんですよね。だから根本的にはこう世界征服、その国を世界征服。征服してしまおうっていう、その中の国家復帰であって、ただ日本国憲法では明確に特定の宗教を国の宗教にするってことは禁じられているので、現実的にこの国家復帰は何を表しているかっていうと、その国の有力な政治家を取り込んで原理教育を施して、自分たちの思う政策をその国で実現していくっていう、そういう意味なんですよね、実態的には。